行け、職種頑張れ。いらない。はい、どうも、荒川です。今回は、春先といえばこのクラゲ。ニュースでも話題のカツオのエボシを浜に拾いに来ました。そしてね、ゲテモノといえばあの方をお誘いしています。自己紹介お願いします。ゲテモノ？何のことですかね。僕は美味しいものしか食べてないんですけど、ホモサピでーす。いつもこの人、俺の自己紹介適当すぎるんよ。今度ピースだけで終わらせる。誰か分からんやん。今日海から陸に向かって爆風が吹いています。その結果、本来は太平洋上に浮いているであろうゴミだったり生き物たちが大量に砂浜に接岸しているので、そちらの生き物たちを探していこうと思います。それでは映像にどうぞ。海の砂浜ですね。噴火があるんじゃないか。ありそうありそう。だいたいああいう漂着物がね、あるところにカツオの幹部にカツオのエボシは見られるんです。こういうところをよく探してみると、おー、いきなりあったよ。一発目からいましたね。なんかやらせみたいになっちゃったよ。間違いない、全然やらせじゃないですよ。これこれは間違いなくカツオのエボシですね。そんなね、3分前にホモサキさんが設置したとかないですからね。カツオのエボシね、ここね触れるんですよ、プニプニの時。でもたまに触手が絡まってることがあって、そうするとね、ここ触ると死にます。え、ホモサフさん、なんで手袋してるんですか？荒川さんに投げつけるため。最悪じゃん、お前。いらない。振り上がって。お前な、俺はもう一回刺されてんだよ、顔面から。そうだよ、病院待ったなしだよ。潰すの気持ちいいんすよ、これ。おー、気持ちいい。カメに持って帰ろっかな。あ、ホモサフさんちの食べれると思うよ。この前、ワニさんちのカメさんがこのイカの骨をね、めっちゃかじってました。海ビークとよく落ちてるんですけど、炭酸カルシウムの塊なんで、ね、栄養価高いんですよ。ちょっとね、今からホモサピさんを騙していこうと思います。え、ホモサピさん、これそうじゃない？これ、これビニールじゃないの？冷静にバレた。ごめん、普通に騙しただけ。これこれね、カツオの冠ですよ。これも同じヒドロムシ？これです。ホモサピさん、気をつけてね、毒あるからね。触手やん。うん、触手。こっちは埋まってんのか。え、別の個体じゃない？これこれ埋まってんのか。うん、掘ってみ。あ、触手だ。え、触手だ。いやめ。すぐ人に危険物を近づけない。小学生で習ったでしょ。今回ガチ。ほい。お、餃子じゃん。ちゃんとここを持てばね、持てますからね。うわ、めっちゃ触手ついてる。めっちゃ触手ついとるやん。ホモサピさん、もう一匹いたよ。ほら、ここも。あ、本当だ。これもそうじゃない？そうだね、ちっちゃめだけど、カツオブのエボシだね。ゲット。うわ、まこめて使わす。今からこの人、海に蹴り飛ばしてやろうかと思います。カツオのエボシ持ってるから舐めないほうがいいよ。これ、何？あんまりでっかいんじゃない？え、でっか。掴んじゃいけない。あ、大丈夫だよ。真ん中は掴んで大丈夫。いや、今俺、こういった。アウトな使い方してるんだよな、完全に。あんまりめっちゃ取り放題だね、今日。これもそう。皆さん、ちなみに今、ホモサピさんが持ってるカツオの冠、あ、動かないで。皆さん、ホモサピさんが持ってるカツオの冠、青いと思うんですけど、カツオの冠が打ち上がってしばらくすると、こんな感じにね、透明な色になります。状態がいいと、これに海水つけるとね、青色に戻るんで、ちょっと検証してみようと思います。それ、戻れ。うわ、あ、ダメですね、これ完全に透明で死んじゃってるんで戻んなかった。なんか形いびつじゃない？うん、餃子というより何、ひょうたんみたいな。え、でも綺麗。この青はどっから来るんだろうね。確かに青い生き物って自然界でほとんど見ないけど、これなんでなんですか？なんでなんでしょう。青い生き物が世界的にも少ない理由、分かる人コメント欄でお願いします。あ、ここにもいましたね、餃子。カツオのエボシちっちゃいね。結構ね、浜ごとに打ち上がるサイズとかね、大きさ、あ、違う、一緒だわ。結構浜ごとに打ち上がるサイズとか種類とかの差が出るんで面白いですよ。隣の浜に行けば大きさもサイズも多分変わるんで。結構でかくない？こいつまあまあでかいよね。いいサイズの餃子。本当にマジで餃子サイズ。一口でいけるサイズですね。そうだね、触手も余すことなく食べたいから、ちょっと掘り起こして。おー、よー、いいじゃん。青いね。このぷよぷよの中の空気は CO2 ですね。ちょっと俺エクストラバージンをやりたいけどさ。発情した変態だ。終わりねえ。終わりねえよ。ザコイ、カツオネムシに負けてやがる。これ勢い余って触手触ると俺死ぬのよ。いけ、触手頑張れ。うわー、クソバージンや。ちょっと怖かったわ。今俺も怖かったわ。俺今勢い余って触手触ったけど、今んとこなんでもないです。お、でかくない？これはバージンエアーがたくさん入ってんのか。カツオのエボシエクストラバージンエアー、いきます。あ、どこ行った？
無理だわ。これ無理だし、あと2回ぐらいやったら絶対触手触るわ。やめとこ。これね、めっちゃ状態のいいカツオの冠ですね。よっ。ああ、綺麗だね。この状態で浮いてます。このトサカみたいなのが上向きになってる。あ、カツオのエボシの膨らみの部分がこれか。そうですね。ここに打ち上がってるのは銀河クラゲなんですけど、銀河クラゲの場合は触手がね、横側に生えてて、ウニのトゲみたいに広がってるのが特徴ですね。カツオの冠、カツオのエボシは下側に生えてるので、銀河クラゲだけ横に生えてることに気をつけてください。結構刺されます。じゃあ上がセーフティーゾーンだ。そうです、上はセーフです。毎回恒例のホモサピさんのしょうもないことをやる回ですね。勢い足んないな。そんなんで YouTuber 名乗っていいんすか。甘くないっすか。あ、濡れてるもう。待って、え、ちょっと待って今うちにいるサイズと全く一緒なんだけど。ホモサピさん、またやらせるっすか。いやマジで、いや待って、なんで仮面の海に仮面いんだけど。海亀じゃん。マジで今俺ん家に全く同じサイズのやつ飼ってるよ。俺今この前捕まえてきてさ。何してんのお前。500円玉サイズの海亀久々に。海亀じゃねえし。どう見ても緑亀よこれ。緑亀久々に見た。お前バカか。お前なんで海来た。今日の雨で流されてきちゃったの。ちょっと雨で流されちゃったのか、うん、しょうがねえな。というわけで、そうそう行ったりますよ。俺一回刺されたんでしょ、荒川さんは。うん、荒川一回刺されてます。どこ行った。顔面。顔面。顔面に触手垂れてきてめちゃくちゃ痛かったっす。そうか、じゃあ俺は肘だな。え、甘くない。じゃあね、あの今回は、視聴者代表として荒川がこちらの触手をホモサピさんにくっつけていこうと思います。肘で頼むわ。どうぞ。チョキン。結構痛いね。痛いよ、だって電撃みたいな痛みくるっしょ。痛いわ。もうちょい、もうちょい行っとくわ。うい、痛い。痛いよ。マジで痛いんだけど。これ株式会社ホモサピの入社試験中。最悪だ。マジ労働基準法で訴えられろ。今もね、なんか痛い。なんだ針。なんかあれだね、マジでアンドンクラゲにめっちゃ似てる。そう、刺されるより痛いけど、アンドンの5倍ぐらいは痛いよ。痛いぞこれ。ちょっとこれが頭から巻きついた荒川の気持ちが分かりますか。実はこちらのカツオノエボシ、皆さんが想像するクラゲの仲間ではなく、ヒドロムシと呼ばれるものの集合体となってます。ただ集合体といっても、いくつもの群れが集まって一つのカツオノエボシを作ってるんじゃなくて、一つの個体から成長の過程で複数の生物に分かれていって、群れの一個としてカツオノエボシがあるみたいです。まあ分かりやすく言うと、人間とかだったら頭とか潰れたら死ぬじゃないですか。でもカツオノエボシは頭潰れても下の方にも別の命があるんで生きていける、そんなイメージでいいのかな。またいた。なんかもうちっちゃいね。でも今年のエボシは打ち上がる時期と、まあ、波とかによって結構大きさのサイズが似通るんで、ね、また、ね、近づいてる近づいてる。近づいてない近づいてない。めちゃくちゃなんか自分でズームにしてくんのやめて。例えば明後日に打ち上がってきた波の群れはすごいでかい可能性もあるし。痛い痛いよ。アホなんよ。アナフィラキシー気をつけてね本当に。ちなみにこうやって砂浜でサンダルで歩いてるとね、危ないということがね、こう証明できます。危ねえ。本当におふざけでしょ。宝石じゃん。宝石すごっ。え、やば、めっちゃでかいのいる。このサイズすげえ。え、ほらほらほら、でかい。めっちゃでかくない？でかい。なにこれ。やば、ほらサイズ見てよ。これよ、つまめるよ。これだよ、俺が求めてたのは。みんな、あ、肘の傷がうずく。もう一回やっとく。いや、もったいないでしょ、これは。でかいね。もったいないでしょ。おいいね、いいね、いっぱいあるよ。いいサイズ、拾い放題だよ。はい、ここはでっかいカツオのエボシがたくさんある。そうなんですよ、浜によってね、打ち上がる種類、大きさが全然変わるのが浜歩きの面白いところです。うわ、触手だ、きれい。なげー。やばー。え、でかでかー。これ、ゴミじゃないよこれ。え、めっちゃでかい。しかもさ、ここに1個ある、もう1個こっちにもあるよ。カツオのエボシだよこれ。めっちゃでかー。え、やばすぎやろこれ。ゴミかと思ったの一瞬。そうそうそう、これがこのね、浮きみたいなやつがあるから、これも浮きやろと思ったら、ここに2個めっちゃでかいの並んでる。
やばっ。これさ、多分下カニの巣なのよ。カニの巣はなんか入ってるよね。カニがね、意図的に蓋に使ってんのよ。でもこんな触手垂れてたら絶対さ、出れないよね。バカなんか、カニが。バカガニの蓋になってます。ほら、なんかこの木の枝に2匹ついてる。もう出汁を取るならね、もう何本あっても困りませんからね。そう、しかもここね、岩場なんで、さっきみたいに砂がつかない分めちゃくちゃ触手綺麗に見えるんですよ。綺麗だね。それ垂らされるんじゃない。ほらほらほら、みんな見て、このカツオのエボシの触手めっちゃ色綺麗でしょ。あんま引っ張りすぎるとダメだもん。弾き返ってくるからやめて、怖いって。そう、砂まみれの動画とか写真ばっかだったと思うんですけど、本来的にはブチって言った。青くて綺麗なんですよ、下側もすごいよね。もうほら、カツオのエボシが 1,2,3 のカツオの冠がそっちにもある。もうすごいよ。でもやっぱこういう漂着物にくっついてまとめて打ち上がるんですね。じゃあ荒川もね、この子を最後にしようと思います。よいしょ。こちらがね、おそらく湘南最大級のカツオノエボシのサイズですね。これより大きいやつはまず打ち上がらないと思います。ここに局所的にいっぱい上がってたんで、この地形の場所にカツオノエボシは上がりやすいんだと思います。隣の港はね、かなりカツオの冠が多かったですね。浜歩きはこうやって浜ごとにね、出る生き物が違うのが最大の面白さです。皆さんもね、もしよかったら近くの浜歩いてみてください。こういう生き物がいるかもしれません。いた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 んだけど、だから痛いって言ったじゃん。なんでやった。